こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェックと基礎チンチン力を高めるための3つの宿題やってきてくださったでしょうか。動画を見る前に必ず宿題やってきてください。今日は残尿とかおしっこのちょい漏れと勃起力の低下や持続力の低下って実は関係あったんですけども、ご存知でしょうか。その話について今日は話していきたいと思います。最近なんかズボンとかパンツがおしっこの後にちょっと濡れちゃってるなっていう方とか、勃起力が低下してきた、なかなか続かないんだよなみたいな方にはぜひ見ていただきたいです。はい、残尿と勃起力の低下ってなんかこう結びつくってイメージありますか？ね、なんかこう下半身のおちんちん周りっていう感じのふわっとしたイメージはあると思うんですけども、実はここには共通点があって、その共通点をこれするだけで両方良くなるっていう魔法のようなお話です。はい、じゃあまず一つずつ説明をしていきますね。じゃあまずそのおしっこのちょい漏れとか残尿がなぜ起こるかっていうことなんですけれども、実はちょい漏れ経験されたことってある方いらっしゃいますか？はい、あのね、40代以上にすごく多くって、40代で 13.6% で、50代になるともう急に 39% になって、60代も 44%、 70代も 41% みたいに半数弱ってことじゃないですか。それぐらいの男性がちょい漏れの経験があるっていうことなんですね。で、ちょい漏れって結局こう自分ではおしっこして終わったつもりなんですけれども、こうちょっと残っていて、それが意図しないで意識しないうちにピューって出てたっていうことなんですよね。で、男の人は尿道が女の人に比べてこう長いそうで、なので構造的になりやすいっていうところはあるみたい。で、これはやはり加齢とともに増えていく傾向にあるみたいです。はい。ちょっとすごいかっこいいのに、スーツ前ちょっとなんかシミっぽいみたいな方たまにいらっしゃるじゃないですか。で、多分経験ある方も多いと思うんですよね。じゃあそれに対して勃起力の低下とか持続力の低下がなぜ起きるか、これはいつも言っているのでもう皆さんご存知だと思うんですけれども、運動不足とか食生活の乱れ、生活習慣の乱れ、あと寝不足、ストレスとかね、そういうことが複合的に重なることによってなってくると思うんですよね。で、それに加えてやはり加齢、年齢とともに体の体力も落ちたりとか老化が進んでいくので、それによって勃起力が低下するってことはあると思うんです。じゃあですよ、今言った勃起力の低下と残尿ちょい漏れ、この2つの共通点、今日の本題、共通点が何かと言いますと、これも今までこの動画で何回も言ってるんですけども、その共通点は骨盤底筋なんですね、何回も言ってるでしょ私この動画で。骨盤底筋が衰えることによってちょい漏れ、残尿も発生してくるし、勃起力の低下とか持続力の低下も発生してくるんですね。結局内臓を支えておくための筋肉が骨盤底筋になったりするんですけれども、それが衰えてくることによってこう緩んできてちょい漏れになったりとか、おちんちんの勃起を支える筋肉が衰えてきて勃起力が下がってくるっていうことにもなるんだそうですね。でね、じゃあそうは言ってもこの体内の筋肉なので、自分の骨盤底筋はどうなってるんだろうってちょっとわかんないじゃないですか。こう腕とかと違ってこう見えるものではないので、なのでちょっとね、男性向けの骨盤底筋衰えチェック表みたいのが探しもなかったので、女性向けなんですけれども、男性に合うものだけピックアップして今からお伝えしますので、ご自身が今どれくらいかなっていうちょっと目安にしていただきたいですね。早速いってみますよ。1、座っている時に膝が開いてしまう。2、1日のうち座ってる時間が長い。3、下っ腹がぽっこりと出ている。4、尿漏れがある。5、便秘がちでトイレで息むことが多い。6、咳やくしゃみがよく出る。7、呼吸が浅い。はい、こんな感じでしたが、何個ぐらい当てはまったでしょうか。これは何個
当てはまったからどうとかということではないんですけれども、このね今話したことたちが結構当てはまるなっていうことが、あ、自分の骨盤底筋もちょっと筋力が低下してきてるかもしれないっていうふうに目安としてね捉えていただければいいかなと思います。じゃあ早速、最近はね結構ハードな筋トレをお伝えしてきたんですけども、今日は超簡単な骨盤底筋の筋力の鍛え方をお伝えしたいと思います。ねこれ知らないとモヤモヤして、でどうすればいいのって終わっちゃうじゃないですか。なので最後に超簡単どこでもできる方法についてお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までやってください。まず椅子に座ります。はい、座ってますね。で椅子に座ってでですね、足を肩幅に開いてつま先立ちとかしないで、しっかりと足裏全体をつける、床につけてこうしっかりと座る。で腰を反らない、お腹を引っ込める、お腹に力を入れて腰を反らないでまっすぐ座る。でこの状態でですね、肛門周りをぐーって締める。これ前どっかでも話したことあると思うんですけど、今閉まってますよ。これを最高で10秒とか12秒ぐらい閉めて、ふーでまた閉める。閉めてます。今閉めてます。はい、緩む。この繰り返し、これだけです。ね、これだと一切ここら辺動いていないので何やってるか分かんないじゃないですか。だから会社とかでも全然バレずにこうやって仕事しながらでも筋トレができる、肛門底筋を鍛えられる。でこれ慣れないと結構難しいんですよ。なので最初は5秒ぐらい締めて緩める、5秒ぐらい締めて緩める、5秒ぐらい締めて緩めるっていう風にやってみてください。結構10秒12秒を締めておくって意識してるつもりでも緩んでるんですよ。なので8秒目ぐらいであれ緩んでるって気づくと思うんです。なのでじゃあもう一回締め直すっていうことをやってください。で締める時にこのねお尻に力を入れるというよりはここの穴に力を入れて、穴から内臓をですねヒューって上に引き上げるイメージ、引っ張るってイメージでやるとやりやすいです。はい、変なところに力が入らないように、 お腹はもちろん締めておくんですけれども、腰も反らないようにして、足にとかこうならないで本当に肛門だけを上げる、尿道を締める、肛門を締めるっていうイメージでやってください。女の人は膣を持ち上げるみたいなイメージでやると良いとよく言われております。このサイクルを、まあ、10回ぐらいとか、あとは本当に気づいた時にやる、これ立ちながらでもできるので、歯磨きながらやるとか、顔洗いながらやるとか、信号待ちの間やるとか、まあいろいろ多分ご自身のやりやすいペースがあると思うので、自分のルールを作ってやってみるっていうのはいいかもしれません。こうやって今話しながらもできるのでめっちゃいいですよね。はい、ということで、ちょい漏れや残尿、それから勃起力の低下、持続力の低下には骨盤底筋を鍛えることが大事というお話でした。ぜひこの骨盤底筋を締める肛門締めトレーニング毎日やってみてください。それと同時に最初にも言った3つの宿題忘れずにやってきてください。下半身やおちんちん力を鍛えるワイドスクワットを毎日やること、それからおちんちんに良い成分の入ったサプリを取ること、ふんどしパンツを履いて下半身やたまたまおちんちんを締め付けから解放させること、この3つやって基礎おちんちん力を高めていきましょう。やり方とかはこの概要欄に書いてますのでぜひチェックしてください。そして私の LINE のアカウントがありますので、質問とかお悩み相談はぜひそちらで受け付けております。ちょっとだいぶお返事まで時間がかかるんですけれども、私が一つ一つお返事をしておりますので、そちらにも声を寄せてください。最後に今日良かったよっていう方はグッドマークとかチャンネル登録ぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。満月堂のみょんでした。バイバーイ。